もうおはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、車3台あるじゃないですか。私一人で3台もあるんですけども、全部ガソリンがないんですよね。で、トランザムはちょっと置いとくとして、この2台はね、よく使うんで、2台ともガソリンをパンパンに入れていこうと思うんですけども、確かね、80リットルがセルシオ、65リットルがベルファイアなんですよ。で、今ガソリン高騰してるんで、いつもは気にしないんですけども、今日はいくらになるのか、ちょっと気にしながらね、ガソリン入れてこようかと思います。一気に2台入れてきます。行ったり来たりしますけどね。じゃあ行ってきます。じゃあまずはね、セルシオから入れてこようと思いますけども、これがね、どうもね、7キロ、8キロとカタログではなってたんですけども、まあ私みたいな、その街乗りっていうんですか、短距離走になってくると、なんか5キロとかね、4キロに近い5キロなんじゃないかなって燃費なんですよ。いや、むちゃくちゃですよね。まあしょうがないですね。でもね、ただそんなにね、距離乗らないんで、金額的にはそんなにいかないんですよ。例えば月に1回から2回ガソリン入れる程度なんで、まあけどね、これ80リットルも入りますんでね、トランザムが60リットルなんで、トランザム以上に一発で入れる金額でかいんですよ。うん、まあちょっと行ってきますね。うん、行ってきます。今ね、ハイオクが169円ですね、値引き込みで。あれ、値引き額違いますね。今ね、ハイオク169円です。いや、入れてますよ、こうやって169円、ね、ちょっと長いですよ、80リットルなんでね。こうやってじーっとしてないといけないですね。169円。一応店頭表示は172円ですね。まあ、いとも簡単に1万円突破ですよ。まだまだ入ります。1万1000円ですか。65リットル11000飛んで53円で値引き額込みです。ということで1台目の生産終わりまして、11000飛んで53円、単価が169円ということですね。以前入れたのが150円前後だったような気がするんですけども、確かにね、このガソリン代いくらかなって気にしなくなってからもう長いですね。うん、でもこうやって見ると1万円するんですよね、やっぱね、いっぱい入れると。3台あるんで、かける3で、まあ、3万円、それをまあ月に2回ぐらいなんで、ガソリン代はおおむね毎月6万ぐらいかかるのかなっていう感じですかね。まだわかんないですけど、ムラがあるんで、私ほとんど乗らないんでね。これじゃあ次のベルファイアの給油に行ってきます。まあ、ちなみにね、やっぱトヨタ車のこのベルファイアとセルシオカ、特にあのゼロ速度からの加速ってものすごくね、こう負担なくグイッと乗ってくるんですよね。高速道路の合流もすごくスムーズだし、本当にね、1秒あったらもうなんか乗ってくるって感じですか。グイッと例えにくいんですけども、まあこの加速は好きですね。まあだからといってね、別にね、60キロ70キロ出すわけじゃないんですけども、初速から30キロ台40キロ台に行くのに本当に1秒ぐらいでスッと行くなっていうところですね。うん、これは好きですね。だからといっていつも急加速してるわけじゃないんですけどね、やっぱ合流するときとか、その何ですかね、ずっと停車中に車の流れに割り込むときとかね、割り込むって言っても変な割り込みじゃないですよ。スッと入るときってもたついたら後続車に迷惑かかるんで、十分車間距離を取るんですけども、その上でもなるべく前の車にペースを合わせた方がいいじゃないですか。一応気使ってね、運転してるんですよ、それでも。やっぱ YouTuber たちが悪いとかね、セルシオ乗りはちょっとね、機嫌が悪いと思われたくないんでね。じゃあ、ベルファイア行ってきます。これじゃあ、セルシオが終わったんで、次、ベルファイアね。こいつ、60リットルぐらい入るんじゃないですかね。どうも、ベルファイア乗りました。なんかね、録画が縦取りになっちゃいました。あの、スマートフォンのホルダーが、たまたまね、縦にやってたんで、スコンと入れたんですけども、縦になったり横になったり、基本的には横が好きなんですけどもね。うん、まあこのまんま、ガソリン行ってみます。
ってきます。だいたい私のね、会社っていうか家からね、あのガソリンスタンドって2、3分のところに1個あって、1分ぐらいのところに1個あるんですよ。まあ、ですので給油には困らない環境なんですよね。一つがセルフで、一つがセルフじゃなくて人手でやってくれる方なんですけども、うん、やっぱりね、人手でやってくれる方は、ちょっとしたこう、うん、温かみあるんですけども、なんですよ、結構ね、タメ口で偉そうなんでね、あんまり行きたくないんですよね。そういうこと気にしない方だったんですけども、なんかね、鼻につくタメ口なんですよね。まあだからまあ、セルフの方が気が楽かなってところもあるし、セルフの方は、N キーも使えるんでね、人のスタンドってこの N キーが使えないんで、ちょっとね、お得感はないんですよ。まあもちろん、人手でやるからこそのサービスとかあるんですけども、ぶっちゃけセルフでもサービスマンがいて、で、細かいことやってくれるんですよ。で、トランザムなんてのも持ってってね、で、トランザムのオイルってなかなかないやつなんで、オイルを取り寄せてくれたりとかね、それからちゃんとオイルを保管しておいてくれて、3ヶ月とか4ヶ月後に入れに行ったらまたあるよみたいな感じでね、うん、細かくやってくれるかなっていうところです。まあだからやっぱり最終的にはやっぱ人なんだろうなと思いますよ。どこまで行っても。結局どんなオートメーションとか AI でも誰かね人が介してるのは間違いないんで、AI にしてもロボットにしてもその人の気持ちが入ってるんでしょうねきっとね。おい頼むぞここ行かしてくれよ。あーほんとなんかトロンコトロンコするとねこういうのに巻き込まれるんですよ。いやーでも安全運転ならしょうがないか。やっぱ、ちんたら走るのも、まあ、安全とね、引き換えなんでしょうね、きっとね。これでイラついちゃダメですね。いや、でも、こんな間があるのに、行かないんですよ。まあ、でも、ね。何度も確認するのがいいですよ、やっぱり。うん。焦ってもね、いいことないですから。じゃ待ちましょう、ここは。というふうに、いつも自分をなだめております。ありがとうございます。じゃ待っときますね。じゃあね、さっき、いただいたばかりの、この、サービス券とあとエネキー、このエネキーでパチッとやるとこういう感じですよね。 T カードを通すと T ポイントもつくと。この1円2円が大事ですからね。で割引の QR コード、ほら、ね、ちゃんとこうやってね節約できるところはしていかないとダメですよ本当に。金持ちほど、まあ私が金持ちであるかどうか別にして、金持ちほど1円に厳しいですからね、1円に真剣ですよ。で、価格はさっきのセルシオと一緒、169円に値引かれました。じゃあ、入れていきましょう。これね、確認。ご希望する油種の給油条件を選択。 T ポイントは使わない、もう貯めまくる。はい。さあ入るぞ、ね、どのぐらい入るかな、まあ、ちなみにこんな価格表があるんですけど、私の場合はハイオク169円なんで一番安く入れられてるのかなね。169円、あもう5000円ぐらいになりますよ。さっき1万1000円だったからまだこんな時間なのに、午前中なのにもう、ね、2万円ぐらい使いそうな勢いですね。やっぱり給油満タンすると時間かかりますね。はい終わりました。7345円でございます。はいレシート、本日2つ目のクーポン券をゲットです。で入ったガソリンが金額でいきましょう。7345円、さっきのと合わせて1万8000円を超えました、まあ、ですので2台合わせて1万8398円ということになりましたね。いややっぱこう見るとやっぱガソリン代は高いわ、高い。まあこう見なくても高いんですけどね。うん、まあでもしょうがないですね。まあ事故を起こさないようにいきましょう。事故が一番コスト高なんですよ、なんと言っても。だから安全に時間と意識をね、かけること。
それに越したことはないかなと。お、いけるかなこれ。いけそうですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうもありがとうございます。ちょっと安全運転するんでカメラの方見れないですけども、いやでもね、これがだから25円の揮発油税みたいなのが入ってるわけですよね。だから100リットル入れると25円、2500円かね、25円かける100リットルですか、2500円か、2500円、100リットル入れて2500円の差はね、まあ、これを大きいと見るのか小さいと見るのか。私の場合はこの車の維持費がバカ高いんで、相対的にガソリン代が値上がりしてもそんなに気にはならなくなってはきたんですよ。で、長距離乗るとガソリン代もダメージくるんですけども、そんなにね、何百キロも乗らないですからね、今はね。だから月に2回それぞれガソリン入れるぐらい、まあ、ベルファイアはちょっと頻度が高いんで3回になる時もあるんですけども、でもその代わりそういう時ってのはあのトランザムに乗らないですからね。だから結局人間が一人で車が3台なんで、どれかに乗ればどれかに乗らないんですよまあですんで走行時間と走行距離は一緒なんだけども、割り振りのね、どの車に一番負荷がかかるかみたいな、走行がかかるかみたいな割り振りは変わってくるんですよね。あ、ですんでやっぱベルファイアが一番メンテナンス多いですね。でトランザムはメンテナンスは相対的に少ないはずなんですけども、旧車なんでね、もうね40年ぐらいので、あとパーツもあのナイトライダー仕様なんで特別なものばかりで、しかもオリジナルのトランザの部品もそんなにスッと手に入らないですからね。あとはその辺の工場でやってくれるもんでもないんで、やっぱ専門店に持っていく、まあ専門店では私あのあれですよね、埼玉になってくるんですよ。埼玉でお願いするっていうことになりますんで、やっぱりこう負担が大きいかなと。でも趣味にお金をかけるのはしょうがないですよね。ただ同然の趣味もありますけども、例えば私がね、将棋とかオセロの趣味があったら多分すごい安上がりだと思うんですけども、ただ将棋やオセロの趣味っていうのを維持するのにやってくれる人がいないといけないですよね。しかも同レベルぐらいで、もしくはちょっと強いぐらいの人が付き合ってくれないと、ああいったゲームの趣味っていうのは成り立たないですからね。この車の趣味っていうのは、まあ、生活すればこうやって自然に使うんで、そこそこね、生活と一体化してるかなっていうところがあるかなと、無理やり考えてますけどもね。あれ？これなんでサービス券2枚もあるんだろう？まあいいや。どっちかが使えないのかな。じゃあ、こうやって2枚ね、レシートでいただきまして、次回も使わせていただきます。この辺出すの忘れちゃった。それじゃあありがとうございました。なんだかこうギャングみたいな格好ですね、私ね。あ、しかもちょっと老けてるか。顔がね。髪をね、ぐーっと上げるとね、やっぱこうあれですね。なんかちょっとトゲトゲしいですね。すいません。ちょっとやんわりした格好しないといけないですね、ちょっとはね。サングラスも良くないのかな。いってらっしゃい。